名古屋市総合体育館レインボーホール、両雄はすでにリング上です。類まれなる破壊力を秘めた挑戦者、ターゲットはエルティグレ、スペイン語で虎と謳われるチャンピオン。これから両選手の名がコールされます。本日のメインイベント、 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、 WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオン、122パウンド、メキシコネストール・ラムサー。 KO 率 78%、 獰猛なるメキシコの虎、チャンピオンネストール・ガルサ。これが2度目の防衛戦です。青コーナー、挑戦者 WBA 世界スーパーバンタム級11、121パウンド、1/2、天佑マルキジュ所属、石井幸三。一発 KO の破壊の拳、初挑戦で世界をつかんだ天佑マルキジム石井幸三。強打者同士 KO 必至のこの一戦、解説は当時のスロー級、現在のミニマム級の元世界チャンピオン、おなじみ大橋秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなくですが、まず一言、この試合の見どころ。そうですね、両選手とも積極的でパンチがありますんで、はい、1ラウンドからね、激しい打撃戦になると思いますんで、本当に目の離せない戦いになると思いますね。はい、この試合は WBA ルールで行われます。3分12ラウンド、1ラウンドに3回ダウンすると負けになる3ノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。偶然のバッティングなどにより試合続行が不可能な場合、4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降は判定になります。グローブは日本製の8オンス、挑戦者が使い慣れているグローブです。さあ、両選手コーナーに分かれました。その時は来ました、2人は共に言いました、12ラウンドまでやるつもりはないと。真っ向勝負のファイター同士、ノックアウト以外の決着はまず考えられません。 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、ネストール・ガルサ対石井幸三。今死闘の幕が上がりました。第1ラウンドのゴングです。やはり石井選手から仕掛けましたね。そうですね、まず威嚇するように右を繰り出していきました。この世界戦のためにあつらえたというゴールドのコスチュームに身を包んだ挑戦者の石井幸三。一方、黒と白、今日はホワイトタイガーのトランクスです。チャンピオンのネストール・ガルサ、これが初めての日本、2度目の防衛戦になります。まず大橋さん、はい、両選手とも非常に攻撃的なスタイルのボクサーですよね。そうですね、まあ、持ち味としましては、はい、石井君の方がこの一発パンチ、また逆にガルサの方は連打というね、はい、まあ、両方ともその攻撃面を前面に出したスタイルですね。とにかくこの1ラウンドでもノックアウトシーンが生まれる可能性は十分にあります。さあ、序盤の打ち合いから一転、お互いにじっくり距離を取ります。お互いの動きをじっくりと見ます。鋭い左を繰り出すのはチャンピオンのガルサ。一方、石井もおっと右、また攻撃をしています。ガルサ力強いパンチでしたね、はい、当たってませんけれども、この威圧するのにもね、十分なパンチですね、はい、場内がどっと沸きました。石井は去年7月に世界ランク入り、今年8月には1ラウンドノックアウトで東洋太平洋タイトルを取りました。現在 WBA のランキングは11位。ワンツー、リアヒット、ガルサの顔面に石井の右、さらに詰めます。ダブルで放つ左フックのキレと破壊力、そしてさあ、今度はガルサの右、ガルサがワンツーで攻めます。石も右を出す、左のボディ、右技ピンでかわしたガルサ。やはり打ち合いになってきましたね。第1ラウンドから激しい打ち合いです。一方、去年12月にこの WBA のスーパーバンタム級タイトルを取ったガルサ、今年の5月に初防衛戦をアメリカネバダ州ラスベガスで行い、8ラウンドテクニカルノックアウトで見事クリア。これが2度目の防衛戦です。先ほどボディを狙った石井、左のフックを返します。ガルサ、このガルサ、先ほどから何度も見せている左のフック、
左右のフック特に左が強烈なんですが、そうですね、今見せました左アッパー、はい、今のミニアッパーですね、はい、このアッパーも強烈なパンチですね。そしてなんといっても早いタイミング素早いモーションで繰り出されるワンツー、その右ストレートは槍のように見事なっています。石井選手このね打ち終わりにちょっと気をつけたいですね。はい、まあ、これが世界初挑戦、当然石井に緊張感というものがあるかと思うんですが、今いい右でしたね、はい、右のフックから左フォロー、左左でした、ね、第1ラウンドから挑戦者のパンチがガルサの顔面を捉えています。ちょっとガルサちょっと効いてますね。残り10秒切った早くからその強打ぶりでボクシングファンの間では知られていました。しかし全国的に知名度があったとは言えない石井、全国をご覧の皆さん、これが石井高校です。第1ラウンド大歓声の中で終了のゴングが鳴りました。小川さん、はい、世界初挑戦の石井第1ラウンドからいい動きですね。そうですね、非常にいい立ち上がりでしたね、はいはい、何度も右そして左のフックをヒットさせました。放送席を改めてご紹介します。解説は WBA、WBC 両方で世界スロー級のタイトルを取りましたおなじみ小川秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず第1ラウンド、続いて第2ラウンドに入りますが、立ち上がりの両者の動き、またコンディション仕上がり具合などどうご覧になりました？そうですね、まあ、昨日の記者会見と、まあ、その後の検診の数字的に見ても、はい、まあ、両選手とも本当にベストコンディションですよね、はいはい、共に24時間前に行われた計量は一発でクリアしています。後ほど体格比較などでご覧いただきますが、ガルサがリミットいっぱいの 55.3、 一方石井は200グラム余裕があります 55.1キロ、共に一発でクリアしています。さあ右のアッパー、左右のアッパーでボディを変えますガルサ、石井の右、左右の打ち合い、もうこれ一発どっちかが当たればもう倒れるようなパンチですよね、はい、お互いにもう本当に力強いパンチを打ってます。第1ラウンドから目の離せない展開です。石井選手も1ラウンドでこの世界のパンチとスピードをこの肌で感じたと思うんですけども、はい、今多分これはいけるぞって感じしてるんじゃないですかね。十分やれると自信を持って、自信持って戦ってますね、はい、鈴木さん、はい、石井サイドです。丸木会長も手応えを感じています、はい、今日の動きはいい、思い切って言ってもいいがカウンターには注意するようにという指示が出ています。青コーナー挑戦者サイドは名古屋テレビ勝智久アナウンサーです。鈴木さん、はい、チャンピオンガルサ陣営ですが、はい、もっと自分から先に手を出せ、そういう指示が出てますね、まあ、ただ、まあ、状態はいいようだと余裕の表情もまだ見られます。調整具合はいいという赤コーナーチャンピオンサイドのリポートは名古屋テレビ佐藤裕二アナウンサーです。左の復帰バッティングアピールしますガルサ、右のボディを狙ってきました石井、ここはガルサがじっくり見ています。もっと自分から仕掛けろというセコンドからの指示でしたが、そうですね、いつもの試合に比べましてチャンピオンがちょっといつもの積極性がないですね、まあ、タイトルを取った試合も5月の防衛戦も第1ラウンドからガンガン仕掛けていくのがこのガルサというボクサーだったんですが、うん、まあ、その1ラウンド石井のパンチを食ってみて、はい、おこれはパンチあるなとちょっと思ったんじゃないですかね。左のボディ、石井ブロックアウト、ガルサスリップしました、足元を滑らせました、左の差し合いです。まあ、今の、まあ、スリップだったんですけれども、はい、まあ、ちょっとチャンピオン動揺があるんじゃないですかね今ね、まあ、予想していたよりも石井のパンチが強く、はい、まあ、そういった動揺もあるんでしょうが、ガルサの手数が止まるか、右アッパーを見せました石井、これは距離を見せます、踏み込んで左を見せました、そして右ガルサ、石井ボディを狙う、ボディから顔面、左から右の内の押し、右が当たった、ガルサの右が当たりました、石井の内側にちょっと気をつけたいですね、ガードを固めて、あと左のアッパーで右のアッパーを打った、石井ガードを気をつけたい、足を止めた打ち合い、すごい打ち合いですね、打ち合いになった、まさにファイター同士の対戦に恥じない、ものすごい試合になりそうです。第2ラウンド、まもなく終了のゴングが鳴り、第2ラウンドが終わりました、すごい打ち合いですね。では両者の体格を比較してご覧いただきます。ご覧のように身長、リーチ、脅威、そのあたり、その他首回りなどもほとんどこれ2回った体格でいいですね。そうですね、もうほとんど一緒ですよね、はいはい、珍しいと思いますね。そして共にスタイルも同じ攻撃的なファイター、第1、第2ラウンド凄まじい打ち合いが展開されています。 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ第3ラウンドに入りました。
先ほどのラウンドのこの左右服のね打ち合いになったんですけれども、はい、チャンピオンの方がその中にアッパーを入れてきたんですね。そうですね。そのアッパーが非常に怖いパンチでしたね。左右の服だけの石に対して上下のこのパンチ、横からのパンチと下からのパンチをまずチャンピオン。そうですね。左アッパーが本当に素晴らしいパンチでしたね。はい、右を食らって石の輪が跳ね上がるシーンもありました。しかし石井は初挑戦、この世界タイトルマッチ初挑戦ながらよく見えてると言っていいですね。そうですね、相手をよくね見てますよね、はい、石井は三重県桑名郡木曽崎町出身の22歳。おっと左の服、一瞬石井の腰が落ちましたが、16歳で高校を辞めて名古屋にあります天佑丸木ジムの門を叩きました。プロ23戦目、デビュー当時から憧れていた世界タイトルマッチのリングに今上がっています。一方ガラさん、踏み込んで左から右ストレートを見せました。この回は逆にあれですね、先ほどの攻撃で石井君がちょっと慎重になっている感じですね。そうですね、ガラさんが前に出ます。石井低い体勢でかわしています。この辺りの動きは柔らかいですね。そうですね、今ウィービングでうまくパンチを外してますね、はい、でその後攻撃がすぐ出ればこの辺、ね、いいペースになれるんですけどね。ガラさんの2人が石井の顔面にヒット、もう一発、石井の右が空を切っています。チャンピオンのガルサはメキシコ北東部、アメリカテキサス州にほど近いレイノーサという町の出身です。あと3日後で23歳になります。あ、左人、はい、石井左から右の顔面、ちょっと効いてますね、はい、ガルサの鼻のあたりが赤く跳ね上がった。ちょっとね、石井君全部顔面いってますんでね、はい、ボディですね、今ボディを狙っている、はい、2段階を打つ、ガルサ、ガルサ左右アッパー、石井がつけらず、ガルサの右のアッパー、左の服、ガルサすごいアッパー打ってますけども、はい、石井君見えてますね、全部パンチ外します。今度は左軽くボディに持ってきましたガルサ。ラウンドごとに攻守の主導権が目まぐるしく入れ替わります、今日の世界タイトルマッチ、まあ、石井君のまあ左右服をねガルサ警戒したと思うんですけども、はい、そこをワンツーストレートがね、はい、まあ、予想しないところから来たんでね、効いた有効だと思いますね。第3ラウンドも残り40秒です。右画面を狙っていたガルサ、左のフックも空を切った。石井が落ち着いています。世界初挑戦、いいですね、あの左ジャブもいいですね今のね、はい、やはりねもう左右フックを警戒してますんで、ストレートパンチがね当たりやすくなってますよね。またこのストレートが当たると今度フック当たりますんで、あのいいペースになってますね。逆にガルサは前に、このやっぱり右アッパーは要注意ですね。そうですね、右左ですね、右ストレート左アッパーを狙います。ガルサボディを狙います。お互いにボディを狙う。第3ラウンドが終わりました。小林さん、はい、序盤の3ラウンドが終わりました、はい、ここまでは攻守目まぐるしい展開ですね。そうですね、まあ、激しい打ち合いになってますけれども、はい、まあ、ペースは僕は石井君のペースだと思いますね。あ、そうですか、はい、この打ち合いになっても石井君の打ち勝ってますので、はい、またそれとガルサですか、ちょっとまだね動揺が見えるところあるんで、石井君のいいペースだと思いますね。さあ試合は中盤に入ります。第4ラウンド、画面手前ゴールドのコスチューム、黒のラインが挑戦者の石井光三、天佑丸木ジム。一方黒と白ホワイトタイガーのトランクスがメキシコの虎の意味を取るチャンピオン、ネストールガルサです。石井君が今打った、ね、左ジャブですね、はい、この左ジャブも、ね、非常に有効になると思いますね。ただガルサの左、そしてこの右は速いですね。そうですね、左のボディを狙った、ちょっとローブローでしたけどね。そうですね、はい、右から左、逆の逆コンビネーション、ガルサが石井5体、石井が前に詰める、前に詰める、このチャンスなんですけれども、はい、大振りはね気をつけたいですね。ちょっとコンパクトにいきたいですね、まあ、ガルサも打たれながら冷静に今見てますからね、はい、カウンター狙ってますから、とにかくダメージからの回復力と確率差では定評があるチャンピオンのガルサ。果たして石井の一発系のパンチ力はどこまでガルサにダメージを与えるか。あと左をもらいました。右アッパーですね、怖いのは、はい、石井もこの熱くならずにね冷静になって打ち合ってもらいたいですね、まあ、難しいと思うんですけども、こういう打ち合いになりますとやはり冷静な方がね勝ちますので、左のアッパーもらっています石井。左のアッパー、右から左、ちょっと相打ちですね。そうですか、
第4ラウンドもすでに半ばを過ぎています。鈴木さん、はい、石井サイドからは攻勢になった時の小さいパンチを出していくようにという指示が出ています。やはりセコンドからもコンパクトにいいことを指示出てますね。そうですね、非常にこの打ち合いの中でも、はい、ガルサ の左 の、ね、この今のですね、はい、ショートアッパーが非常に有効に決まってますんで、あと今も変えましたね、はい、今度はボディを狙いますがガルサ、あとワンツー、ガルサにワンツーを当てました。1位今度左アッパーをこのなんていうんですかね、フェイントにしておきまして、あのボディが今度来ますからね、はい、あかり、石井が打たれながら前に出る、ガルサの口から早くもマウスピースが覗いています。そうですね、セコンドから石井小さく小さくと飛んでますけれども、ちょっと大振りですかね。そうですね、あと左アッパー、さらに左を吹く、もうアッパーを狙ってきてますからね、はい、あまり不要意に打たれ続けると中盤以降のダメージの蓄積によって足が止まる原因にもなります。石井のパンチもいいタイミングで当たってるんですけどもね、はい、まあ、ガルサはやはりタフですね。やはり一発で止まりませんね。そうですね、やっぱやりふくフェイス、ミラクを出したところで第4ラウンドが終わりました。第4ラウンドの攻防です。このラウンドは石井が取ったと見ていいですね。いや、しかしね、このガルサの中から左アッパーっていうパンチも、はい、有効に決まってましたのでね、これは味方によってだいぶ変わるんじゃないですかね。そうですか、ただ世界チャンピオン相手に一歩も引けを取らない戦いを展開しています。チャレンジャーの石井光三、第5ラウンドに入りました。画面手前、22戦21勝1敗 14KO、 KO 率 67% という石井光三、一方のチャンピオンは挑戦者より一つ上の同時期23歳という年齢ながら、さあ、左にアッパー、ちょっと簡単な右もらいましたね、はい、右から左のボディ、さあガルサチャンピオン、メキシコのトラの本領発揮か、打ち合い、しかし押している押している、左の引きで押し返した、手数、そしてコンビネーションではチャンピオンの方が混ざっていますが、一発のパンチ力で押し返した、でもどっちが倒れてもおかしくないタイミングでね、両者パンチもらってますよね今、はい、スポットライトの下に飛び散る汗、錦木のトライが激しくがやっています。さあ、石井が落ちる、ガルサの状態で石井が伸びた、石井が詰める、やはりボディに持っていった、これお互いに体を預けます。これくっついた時に石井君もね、これアッパー打てれば、はい、非常にいいペースになれるんですけどもね、はい、鈴木さん、ガルサ陣営ですが、はい、もっとボディを混ぜろと、そしてやはり先に手を出せという指示です。やはり上だけでは、まあ、これは両選手とも言えることなんですけども、ね、はい、さあ、ガルサ、そのボディを変わった、ちょっと今足止まりましたね。やはり石井君気をつけるのはこの空振りの後バランス崩したところですね、はい、そこをアッパーを狙い打ちしてきますから、バランス崩すのは本当に危険ですよね。このタイトルマッチに臨むにあたって石井がポイントに上げていたのが、まず12ラウンドを戦い抜くスタミナ、そして右ヒット、そしてガードを含めたディフェンス、この2点でした。スタミナとディフェンス、そうですね、非常にガードの方は高く上がって、はい、いいガードしてるんですけども、その隙間を、今度アッパーをね、はい、ガルサは、まあ、その辺をもう見抜いてアッパーを下に攻めてきてますね。この辺りは、まあ、キャリアとのチャンピオンらしい攻め方ですよね、はい、まあ、キャリア、まあ、セコンドの指示だと思うんですけども、ガルサと一緒に年齢は一切違いですが、ガルサは37戦のキャリアを踏んでいます。36勝1敗36勝のうち実に KO が28、 KO 率 78%、 はい、いきます、ヤンギボディ、ガルサです。まあ、少しガルサはボディブラローブローですね、サイド服、石井打ち合う、真っ正面から打ち合う、石井も打たれても打たれっぱなしってことはしないですからね、はい、ガルサが体を預けて左のアッパー、さらに左の服、石井も返す、第1ラウンドから立ち上がりから両者ともヒートアップ、この第5ラウンドも激しい打ち合いになっています。ロープ攻めて今チャンスなんですけどね、ガルサにもダメージははっきりあります。第5ラウンドが終わりました。
第1ラウンドからこの先ほどの第5ラウンドまで激しい打ち合い続いているんですが、はい、両者のこのダメージという点ではどうでしょうか。まあ、同じぐらいあるんじゃないですかね。同じように打たれて、またあのお互いにすごく倒れてもおかしくないタイミングでパンチをもらってるんですけども、あの非常にお互いタフですよね。第6ラウンドのゴングです。ちょっと我慢比べのような展開になってますね。そうですね、序盤での早い KO も期待されたこの試合、左の石井の左がヒット、打ち合いの中での我慢比べになっています。中盤第6ラウンド、左の差し合いです。まあ、こういう展開になりますとキャリアのあるチャンピオンが1枚上かと思うんですけれども、まあ、石井君 その逆に根性の見せ所でもありますよね。キャリア37歳、すでに世界戦を2度経験しているチャンピオン。一方、世界初挑戦となる石井、タイトルマッチは8月の東洋太平洋を含めてもこれが2回目です。この辺りのキャリアの差が試合の勝負にどう出るか。しかし石井は打ち負けません。前に出る、右は空を切った、低い体勢でかわしたチャンピオン。接近戦、離れ際の左フック、サイドフックです。石井チャンピオンは先ほどから再三バッティングをアピールしてるんでしょうか。そうですね、バッティングですね。あと左フック、まあ、相打ちですよね今のも。さあ石井が詰める、ガルサ一歩交代、レフリー割って入ります。今日のレフリーはベネズエラのエンソ・モントロさん。これが世界戦30試合目になります。レフリーのエンソ・モントロが割って入りました。この第6ラウンド、まもなく半分になろうとしています。石井ボディを伺う、ちょっとこのラウンドお互い様子を伺っている感じのラウンドですね。やや手数が止まりました。そうですね、まあ、お互いに強さを認めたといいますか、はい、お互いそのパンチの強さを肌で実感したいと思いますね。やや警戒し、お互いに警戒している。そうですね、はい、初挑戦の強みから怖いものの少女序盤から打ち合ってきた石井。まあ、この接近戦での打ち合いでも、はい、石井君かなりそのパンチが見えてきたみたいですね。そうですか、ね、打たれてませんね。さあボディアッパーが怖いガルサ、あと右のショットが逆にこの打ち合いは石井の方がいいですね、はい、しかし右を服で返すチャンピオン。場内からは石井の大コール。ここは名古屋総合体育館レインボーホール、ガルサにとって応援する人はほとんどいないと言っていいでしょう。周りは 100% 敵の中、勇敢に2度目の防衛戦に臨んでいるチャンピオン。一方、会場の大声援をバックに受けて世界に初めて挑んでいます天佑マルクジムの石井光三。右は大きく空を切りました。チャンピオンの顔面は赤く腫れてきています。まあ、前半見せましたあのガルサのアッパーのスピードですか、はい、そのスピード感はちょっと衰えたような感じしますね。そうですね、はい、さあボディから右を押し、チャンピオンです。石井ちょっと疲れたか、アッパーを狙う。揉み合いの中で第6ラウンド試合前半が終わりました。前半6ラウンドが終わりました。解説は大橋秀樹さんです。大橋さん、はい、前半終わっての両者の評価。そうですね、僕の採点では、まあ、全くの五分五分ですね。互いに、まあ、一歩も譲らずという感じのラウンドは続いてますね。取り取られずという形で試合は後半に入ります。第7ラウンドです。さあ右手をぐるぐる回した石井、観客が大きく沸き返ります。誘ったんですね今ね。あ、そうですか。そのカウンターで今狙い打ちでした。石井コーナー詰めに行ったのは石井に見えたんですが、そのカウンターをもらった。しかし石井が回れてる、また出る。今一瞬チャンスだと思ったんですけど、本当にピンチとチャンスがね、紙一重の試合ですよね。この一発強打の KO 率、高い KO 率を誇るチャンピオンと挑戦者、どちらにいつ KO シーンが転がり込んでもおかしくはありません。第1ラウンドからこのような激しい打ち合いでした。そして後半に入っても全く一歩の引きを取りません挑戦者。このスタミナロスという点では、はい、チャンピオンのややスピードをしているような感じしますね。第1ラウンド立ち上がりに比べると、そうですね、左右スピードが落ちているという指摘がありましたが、左右アッパーの迫力というのはちょっと衰えていますね。石井は軽くフットワークを刻みました。
左の差し合い、まさにどつき合いの中での我慢比べ。ガルサが距離を取ります。コーナーに自ら下がり、距離が詰まりました。アメリカを奪います。第1ラウンドからノンストップの激しい打ち合いをしてきた両者、クリンチのシーンを多くなっています。第7ラウンド、体を預け合うようにして打ち合います。挑戦者の2人がヒット。ガルサの両手が下がりました。再びガードを上げます。お互いこう左吹き左あったのかな、勢いをつけてお互いを突っ越しました。石井の2人、右来ました。石井のパンチが効いています。挑戦者のパンチがチャンピオン、トラと打たれたチャンピオンを徐々に追い込んでいます。この我慢比べの展開で、はい、この我慢のしがちですね、石井君はね、はい、さあチャンピオンの黒いマウスピースが口の中から覗いています。一方の挑戦者もマウスピースが見えている。ボディを突き刺す、チャンピオン、あ、左の引き、アッパーのスピードがないですから、はい、アッパー打った時にもう石井君がもう思いっきりカウント打った方がいいですね。挑戦者のチャンスです、ね、さあチャンピオンコーナー、赤コーナーで追い込んだ。残り時間は20秒切っている。押し切れるか挑戦者、石井構造。ガルサがクリンチへ回ります。挑戦者が勝機をつかんだ、ね、はい、ガルサ右枠を切る。第7ラウンドの挑戦者のラッシュです。これチャンピオンのダメージがこの1分間のインターバルでどこまで回復しますかね。そうですね、この疲れプラスダメージですよね、はい、はい、まあ、先ほど言ってるようにこのアッパーの、ね、スピードなくなってるんで、はい、そこを、ね、思いっきり石井君ね合わせた方がいいですね。そうすればもう倒せますね。 KO を予告するかのように観客は煽りました。挑戦者石井構造、第8ラウンド、チャンピオンやはりまだダメージ残ってますね。そうですね、まあ、自分から攻めるんではなくこのカウンターセットに切り替えてますね、はい、左のボディです。チャンピオン2枠を切ったチャレンジャー、打ち合います。このラウンドも手を止めません、はい、この打ち合いはね石井君の方がチャンスだと思いますね。さあ世界初挑戦でベルト奪取のチャンスを迎えています。挑戦者石井構造、右のボディからボディを狙います。ガルサは手が止まりかけている。右の打ち下ろしです。チャンピオン軽く左を打った。さあ石井が前に出る。ガルサが石井の全身を止められなくなりました。前に出る力、ラッシュパワー、馬力では定評のあったチャンピオンがこの第8ラウンド逆に挑戦者に押されています。ローポーセのシーンが多くなりました。左のフックです。このチャンピオンが押し負けてますからね、はい、過去序盤でダウンを喫しても驚異的な回復力とそして馬力で跳ね返してきたチャンピオンがこの第8ラウンド日本で迎えた2回目の防衛戦で挑戦者石井構造のパワール前に押されています。このラウンドの石井君の戦い方は、ね、非常にいいですよね、はい、やはりチャンピオンというのはいつも前に出て相手を押す戦い方をしてますので、そうですね、こう下がらされる戦い方はしてないと思いますので非常に下がるということはスタミナロスもしますから、非常にこれいい戦い方ですね。まだ下がりながらもアッパーを返しますガルサ。有効、石井君のこのラウンド有効ではないんですけども、この先方としてはね非常にいいラウンドだと思いますね。チャンピオンのスタミナを削ぐ、そうですね、なってるわけですね、はい、さあガルサチャンピオンが苦しそうです。石井も耐えています。1ラウンドから激しい打ち合いでした。まだしかしダウンシーンは生まれていない。この WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、世界初挑戦天佑マルキジムの石井構造がチャンピオンメキシコのタラを倒すのか。まあ、今チャンピオンらしくない真っ向ぶりの、ね、スピードのないパンチを打ちましたね、はい、左のフックです。しかしブロックしています石井です。ローポーセのチャンピオン前に詰める。石井が出る。
を切りました。両者とも疲れました。左引き打ち合いですね。石が取りました。しかし体を預けにして前に出る、前に出る。ガルサが右を返す。石が腰を止めるように入りました。そして1個クリアしたピョン。第8ラウンドが終わりました。このスーパーバンタム級の日本人チャンピオン、ジュニアフェザーと呼ばれていた当時の76年にロイヤル小林、91年に畑中清が WBC のタイトルを取りました。しかし WBA のこのタイトルを取ったチャレンジャーはまだいません。石井が初めての WBA スーパーバンタム級チャンピオンとなるか。やや間があって第9ラウンド。鈴木さん、はい、丸木会長からは指示というよりはもう葉っぱをかけています。大丈夫、チャンピオンになるんだ、しっかりやれ、何度も言い聞かせています。青コーナー挑戦者陣営、天佑マルチームの丸木孝雄会長はかつて現役時代、中部ボクシング界から初めて世界タイトルマッチに挑んだ男でした。残念ながらその時は判定で敗れ夢叶わず。21年ぶり、1978年の自身のタイトル挑戦以来21年ぶり、マナ弟子をこの世界タイトルマッチのリングに送り込んでいます。さあガルサがコーナーロープに詰まっています。さあうまく体を入れ替えた。今度石井がロープを背負う。しかし石井が前に出る、前に出て逆にチャンピオンを押し返す。大橋さん、はい、これ両者ともこう削り合いというんですかね。そうですね、本当に消耗戦ですよね、はい。こうなってきますと本当に精神力の勝負になりますから。ただ12ラウンド、フルラウンドもすでに4試合経験しているチャンピオンに対してこれまで10ラウンド2回が最高のラウンドという挑戦者の石井。しかしスタミナの消耗という点では、はい、石井君のはまだそのスタミナ切れてるって感じはしないですね。初めての舞台となる世界タイトルマッチの舞台にはもう完璧に馴染んでいます。あとは自分の力を見せるだけ。チャンピオン下がりながら左です。まだチャンピオンの左アッパー、そして左フックは死んでいない。ちょっとこのラウンドいい左フックアッパーをちょっともらってますね、石井君の方は。この離れ際の左ですね。そうですね、思いっきりくっついてしまった方が、はい、石井君いい戦いできますね。今の状態でいいわけですね。そうですね、はい、こう体をくっつけて押し合いながらボディ、そして左右のフックで攻め立てます。石井中間距離になりますとこのアッパーですね、はい。先ほどまでちょっとねスピードがなくなったと思ったんですけども、はい、この回はまたちょっとねスピードがまた元に戻ってきたような感じしますね。無類のタフネスを誇るチャンピオン、エルテビレ、メキシコの虎の意味を取るネストールガルサ。左がヒット、石井です。ガルサがガーッと右がヒット、相手ですね、相手ですね、お互いになってきます。石井もふらついています。またチャンピオンもガクってきましたからね。まさに削り合い消耗戦。第9ラウンド残り時間は間もなく30秒。この激しい打ち合いの中でまだダウンシーンは落とされていません。おっとちょっと体のバランスを崩しました。石井再びファイティングポーズを取ってリング中央、左のボディ、ミノフック、ミノフックは石井です。下がりながら手を出すチャンピオン、まっすぐに前に出るチャレンジャー。さあチャンピオン疲れています、疲れています。石井あと一押しです。しかし石井も疲れている。ロープ際打ち合いの中で第9ラウンドが終わりました。試合は終盤入ります。第10ラウンド、ここまでの放送席大橋さんの採点ではどうなってるでしょうか。そうですね、若干石井君の方が僕は有利だと採点してますね。さあ挑戦者優位で迎える終盤戦、 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、残すところあと3ラウンド、その第10ラウンドに入りました。チャンピオンになれる、大丈夫だ。激を飛ばして送り出した青コーナー、一方焦りの見える赤コーナーのチャンピオンサイド、互いにダメージがあります。まばゆいばかりの世界戦のスポットライトの下で汗が激しく飛び散ります。顔面は赤みを帯びています。あと左がヒット、ガルサの左が挑戦者の顔面にヒット。しかし石井が体を預けて接近戦に持ち込んだ。うまく入れ替わった左のボディです。右はかわした石井です。
左右の服、左右のショート服、ちょっとチャンピオンのこれボディ攻撃ですね、これちょっと怖いですね。この終盤に来ますとこのパンチがねガクッと効きますので、ボディは打たせない方がいいですね。どうでしょう両者のスタミナ面、両選手このスタミナダメージですね、はい、両方がこの重なったダメージですよね、まあ、スタミナという点では石井君の方はまだスタミナは残っていると思いますけど、ですから石井としては攻勢に出ている分まだそのダメージというのを忘れられる状況にあるわけですね、はい、まあ、チャンピオンの方がどちらかというと押されてますので、はい、ただその糸が切れた時は怖い。これダメージを感じるとこれ一気に来るものなんですか。そうですね、もうこの終盤に来ますと、はい、簡単をもういいタイミングで加えますと、はい、その一発で終わってしまうところがありますからね。石井がやや優勢に試合を進めています。しかし一発で局面が変わります。ちょっと左左ですね。ちょっと石井危ないですね。どうかクリッチに逃れます。ちょっと今の、ね、左服ショートで簡単だったんですけども、はい、ちょっと石井君ダメージがありますね。中間距離はチャンピオンの距離、離してはいけない挑戦者。疲れています。軽やかなフットワークは遠の昔に失われています。しかしそれでも体を預けるようにして、そしてパンチを繰り出します。挑戦者石井光三、このチャンピオンがこのボディ攻撃をね、よく仕掛けてきてるんで、はい、そこを下がったところをね、先ほどもらいましたね、左手ね。耐えながらのロングのロングのフック、そして突き上げるようなアッパー。鈴木さん、はい、石井サイドからは体がひっついた時に待ちすぎずに早くパンチを出すように、そして何度もやはり繰り返しチャンピオンになるんだと言い聞かせています。やはり接近戦の中にパンチが出ないというのは当然疲労もあるかと思うんですが、はい、やはりチャンピオンのカウンターですよね、カウンターを警戒してるんじゃないでしょうかね。鈴木さん、はい、チャンピオンサイドはやはりもっと距離を取れ距離を取れという言葉が盛んに飛んでますが、接近戦の挑戦者、距離を取って中間距離で戦いたいチャンピオン。右と左が交錯します。第10ラウンドも終了、残りラウンドはあと2つです。終盤になっても両者の打ち合いは変わりません。ガルサの左フック、一瞬挑戦者の膝が折れました。顎の先端を捉えましたからね。確かにチャンピオンにダメージはあります。そして挑戦者にもダメージはあるはずですが、観客の声援を力に変えるべく石井が第11ラウンドに臨みます。チャンピオンの方もちょっとね疲れが出たと思ったんですけれどもね、また表情の方もちょっと弱気な表情をしてましたんで、このままダメかなと思ったんですけども、またダメね、盛り返してきてますね、チャンピオンの方もね。ワンツー落ち込んでいきます。ガルサ、メキシコの虎と歌われた、あーっと左、メキシコの虎に対して挑戦者の左がヒットする。ロングの左、しかしブロックしています。石井です。左にアッパーを見せましたチャンピオン。今度は右のボディアッパー。この辺り疲れははっきりと傍からでも伺います。それほどの激しい打ち合いを第1ラウンドから演じてきた両者。左、挑戦者の左、サイサイの引け、打ち合いになる。またもこの11ラウンド打ち合いになる。この新国のね、左右の人は左ジャブでストレートを攻撃、このまま切り替えたんですけども、それがすごくいいですね。左のリードでまずパンチを掴んで、そうですね、左右の連打、左を警戒させておいて、はい、そこがね、左右吹きに当たってますから、はい、まあ、これセコンドの指示だと思うんですけども、非常にいい作戦ですね。あと右のアッパー、左右のアッパー、吹を切るチャンピオン。石井が低い体勢、あと距離を取った、あと左の吹く、石井はわずかに交代、しかし逆に押し返す。下がったら今までのダメージが一気に出てきます。前に出ます、前に出ます、挑戦者。挑戦者ね、前に出てるからいいんですよね、はい、これも下がったらもう一歩目のペースになってしまいますからね。打たれても打たれても前に出ます、挑戦者。石井は本当に楽しみですけど、練習量が豊富だったのが伺えますね。石井ちょっと口の辺り切ってますかね。そうですね、はい、わずかに血が見えます。
11、12はね、石井君どうしてもポイント取りたいですからね。そうですね、ここまでの差は微妙です。どちらについてもおかしくない打撃戦。左がヒット、はい、右、最後服の打ち合い。チャンピオンが交代、チャンピオンがロープに背負った、ロープを背負った、うまく体を入れ替えた。しかし石井左、そして右、肩で押し付けるように、体を押さえつけるようにして前に飛ばす。チャンピオンが苦しそうです。最終第12ラウンドに入ります。ここまで死闘を繰り広げてきた挑戦者とチャンピオン、まあ、この試合、まあ、お互い両方とも、ね、勝ってると思ってないと思うんで、まあ、最終回に勝負をかけてくると思うんで、この最終回は本当に大きなポイントですね。さあ、泣いても笑ってもあと3分、できるなら笑ってほしい3分です。立ち上がりから積極的にいきます。石井がチャンピオンをコーナーに詰める。鈍い音がこの放送席まで響き渡ってきます。飛び散る汗、もうちょっと一緒に顎を引いてね、はい、前進してパンチ出したいですね、はい、アッパー、そして福には要警戒です。挑戦者体を預けて左右のショート、ショートアッパー、そしてカウンターでもらってしまった。いいね、ちょっと顎が上がってたんですね今ね。第12ラウンドダウンを奪ったのは、最初のダウンを奪ったのはチャンピオン。さあ挑戦者の挽回なのか、まだ時間は十分ある。ちょっとダメージがありますね。どうだ、くっついた方がいいですね、思いっきりね。離れてはいけない、右ストレートもらった。石井ガードが止めて、とりあえず答え、一気に出るチャンピオン、逆に一気に出るチャンピオン。クリーンした方がいいですね、これでいいですね。打ちます、ね、この第12ラウンド最終ラウンドで落とされた最初のダウンはチャンピオンが奪いました。左フックのカウンター、いや、ちょっと下がらないですね、石井ね。チャンピオンが最終ラウンド KO を狙う。ここまで勇敢に打ち合ってきた挑戦者。最終第12ラウンド、まもなく残り時間1分30秒。石井挽回なるか。この第12ラウンド最初のダウンをチャンピオンが取りました。石井は相当ダメでありますけども、はい、本当にすごい精神力ですね。初めての世界挑戦でした。しかし第1ラウンド立ち上がりから全く臆することなく打ち合いました。残り時間まもなく1分になります。左がガクンと折れた。カウンターがありましたね、はい、石井が足をもつれています。しかし石井の足をもつれている。チャンピオンのダウンは段差が出る、段差が出る、ワサビナッパー。しかしチャンピオンも疲れている。チャンピオンも打ち疲れしますよね。チャンピオンも疲れています、はい、一発入れば十分逆転ということもあり得ます。しかし挑戦者のダメージが大きい。さあチャンピオンも疲れ、ハンドレフリーの演奏モンテロが割って入りました。最終12ラウンド残り30秒というところで、しかしレフリーの演奏モンテロが試合を止めました。しかし石井もよく頑張りましたね。決して引きは取りませんでした、はい、第1ラウンドからただいまの TKO タイムをお知らせいたします。12ラウンド2分から打ち合いました。しかし12ラウンド2分30秒ちょうどレフリーストップ。チャンピオンメキシコのトラネストール・ガルサが
敵地日本で2度目の防衛、石井は世界初挑戦、健闘及ばず敗れました。